どうもタブヤンです。ゼルダの伝説時のオカリナ、続きやっていきたいと思います。久しぶりのプレイだ。ハイダル城入ってみましょうか。ゼルダがねさらわれてしまっての、時の歌をね得たので、これあれじゃない、前回以前のメモでね、時の神殿、あれここじゃないかな、時の神殿、ねこちら私のメモ、時の神殿ハイラル北東時の歌って書いてるんで、多分時の歌ゲットしたから何か起こるんじゃない。おこれだったかな、時の神殿、時の神殿来た。あれここかな、違う、これで嘘でしょ、ちょっと待ってあれ時の歌メモし間違ってる、右 A、 ちょっと待ってよ、右 A 下じゃないのかな、あごめん、右 A 下かびっくりした。お、来たー、時の歌を吹いた。なんだ？三つ集めたから？神殿の扉が今開かれた。ワクワクするな。タブヤン、あれは？あ、剣だ。伝説の剣。マスターソード。私に抜けるのか。え？掴みたいんですけど。マスターソード掴む。抜けたご苦労だったな小僧。俺の思った通り、時の扉の鍵はお前が握っていたのだな。お前がこの俺を聖地へ導いてくれるとは。感謝するぞ小僧。
タブヤン、目覚めよ選ばれし者タブヤンよ。どこだここは。わしの名はラウール。その昔、時の神殿を作り、聖地との道をつなぎし者じゃ。ここは賢者の間。聖地の要である光の神殿に残された最後の砦。お前が時の台座から抜き取った大魔の剣マスターソード。それが聖地への最後の鍵だったのじゃ。タブヤンよ、落ち着いて己の姿見るがよい。え、大人になってる。見てタブヤン、大きくなってる。成長してるよ。マスターソードは心悪しき者は決して触れぬことのできぬ聖剣。そして時の勇者としての資格ある者だけが台座から時抜き放つことのできる剣。しかしお前は時の勇者としてまだ幼すぎた。それゆえお前の魂は7年の間眠り続けた。そして今時の勇者としての目覚めの時が訪れたのじゃ。どうじゃ、己が運命理解したか。7年間ゲームしたり勉強したりしなくてよかったんですか。はい、今一度思い出すがよい。ハイラルの平和を願ってお前が開いた時の扉からこの禁断の聖地へあろうことか、ゲルドの盗賊王ガノントルフが侵入してきたのじゃ。でも7年前なんでしょ。奴は聖地の中心、この光の神殿でトライフォースを手に入れ、その力で魔王となったのじゃ。奴の魔力は神殿を通して流れ出し、わずか7年でハイラル全土を魔物の国と変えてしもうた。もはやこの聖地でさえわしの力が及ぶ場所はごくわずかな場所、この賢者の間だけに過ぎぬ。しかし希望はある。我らには賢者の力が残っておる。7人の賢者の力が目覚めし時、賢者の封印は全ての悪しき力をその彼方に閉じ込める。これちょっとメモっといた方がいいのか。さあ書いておきましたよ。7人の賢者、ドラゴンボール流行ってた時代か。このわしラウールもその賢者の一人。ああもう一人見つけた、やった。1ラウールさん。早いね、このペースでいったらもうすぐですよ。そして賢者たちと共に戦う力、それが時の勇者なのじゃ。私のことですか。さればマスターソードに選ばれし勇者よ。我が光をその身に宿し、賢者の力を己が力とせよ。ラウールさんの力をもらえるんですか。うわ、大人になったなリンク。光のメダルを入手したラウルが賢者として復活し、勇者に一つの力が宿った。何の力。6人の賢者に会い、ハイラルを救うのじゃ。
時の神殿、7年後っていうことだよねこれ。リンク仮死状態だったの。あー246、タブヤン時の神殿に戻ったみたいね。本当に7年も経ったのかな。あれ、子供の時使えたのに使えなくなった武器があるみたい。とにかくここから出るしかなさそうね。マジか、身長伸びてる。あ、誰だ、あ誰ですか。待っていたよ時の勇者、誰ですか。世界が魔に支配されし時、聖地からの声に目覚めし者たち、5つの神殿にあり、5つの神殿、1つは深き森に。お、何それ、ちょっとメモした方がいいな。5つの神殿、7人の賢者と関係あるのかな。5つの神殿、一つは四角位置にしようか。一つは深き森に、深き森、5つあるのね神殿が。ほうほう、忙しくなりそうだな。一つは高き山に。ほうほうほう、どんどん教えてくれるじゃん。一つは高き山、デスマウンテンかな。高き山に、一つは広き湖に、ハイラル湖かな。これ言ってる順番で難易度があるのかな。一つは屍の館に、絶対怖そうじゃん。屍の館はなんか行ったことないよね多分。そんなのあったっけ。メモしていきますね。全部言ってくれるのかな。一つは砂の女神に。おお、全部言ってくれた。いいんですかそんなに教えても。砂の女神っていうか、この人誰なんだろう。はい、書いておきましたよ。真面目ですよ。目覚めし者たち、時の勇者を得て魔を封じ込め、やがて平和の光を取り戻す。うん、我らシーカー族に残る神殿についての言い伝えだ。シーカー族、僕はシーク、シーカー族の生き残り。え、この人7人の賢者じゃないの。シーク、ちょっとメモしとこうか。シーク、シーク、あなたは何者。七人の賢者ではないのかな。伝説の聖剣マスターソードを持つ者、それが時の勇者。君が言い伝えを信じるなら、5つの神殿を探し、5人の賢者を目覚めさせる他はない。あー、やっぱり賢者に繋がってるんだね。え、ということはシークが7人目の賢者なんだろうか。今森の神殿で1人の賢者が目覚めの時を待っている。君がよく知っている少女だ。え、サリア。しかし神殿に救う魔物の力で聖地からの声をその少女に伝えることは不可能だ。あ、迷いの森行けばいいのか。そして今の君には神殿に入ることさえできぬはず。僕の言葉を信じるならまずかかりこ村へ行くがいい。いいねタブヤン、かかりこ村。わかったよシーク、君は一体でも何者なんだい。かかりこ村へ行くんだ。わかった、かかりこ村へ行こう。
これ置いていっていいのかな、これチェック。かっこいいね、マスターソード。攻撃力上がってんのかな、これ。ナビにいろいろ聞きたいな。うわー、何これ、まがまがしい世界。え、嘘でしょ。7年経ったらこんな風になっちゃったの。え、ハイダル城はどういうことよ、これ。12時、え、昼間の12時、これ真っ暗。街が死んでる、敵がいる。何こいつら、強くない。いやー、魔法とか使った方がいいかもな、これ。あ、パチンコとかで使えなくなってんの、デックの棒とか。ナビがさっき言ってたよね。あ、魔法使えない。で、敵だらけじゃん。城が死んでしまってる。ここは？あ、誰かいる。おお、なかなか威勢のいい兄さんだ。勇ましくておまけにいい男。タブヤンって言うんだろ。驚くなって、おいらは人の心が読めるんでね。おいらも兄さんみたいにかっこよかったら、ちょっとは違う商売できたのにね。ヒッヒッヒ。おいらの店はハイラル唯一のゴーストショップ。こんなビジネスができるいい時代になったのもガノンドルフ様のおかげ。ヒッヒッ。ああ、もっと悪くならねえかな、この世の中。ポーは墓場や草原に出没するこの世を恨んで恨み抜いた、そんな奴らの魂の塊。兄さんもポーを捕まえてきたら高く買ってやるよ。ヒッヒッヒ。ポーを捕まえる、どういうことだろう。ポー、あの瓶に入れてくればいいのかな。よし、回復した。ナビに話しかけたいんだけどな。ナビ出てこないね。まあ、ここで回復はできるってことか。壺割ればね。さあ、暗黒時代、かかりこ村にまずは行けって言ってるからね。かかりこ村行きましょうか。よし、行こう。っていうか、ダッシュ。あ、夜だったの？よかったー。昼間であんなに暗いのかと思ったよ。でもちょっとロンロン牧場寄って行ってみたいな。どうなんだろうね。ロンロン牧場行ってみるか。ロンロン牧場、まずロンロン牧場行ってからかかりこもらいくか。もう見えてるね。ため打ちズドン。あ、暗くなった。怖っ。何この世界、怖いよ。大人世界になった。なんだー、なんだあいつ。あ、何あいつ、いって、なんだこいつ、強い。よし、当たった、当たったぞ。なんだこのボス、当たった。
倒した？これ何？え？ゴーストポーを倒した。瓶で捕まえますか？ポーを捕まえた。やったー、高く売れるぞ何今の、目が回ったよ。あれがポーなんだ。ポーの魂なのかな。さあランロン牧場来ました。あ、ちょっともう夕方になっちゃう。あの女の子どうなったんだろう。あ、こんにちは。俺が牧場を騙し取ったなんて噂してるやつがかがりこ村あたりにいるらしいが、ふざけんじゃねえ。タロンの野郎がお人よしなんだよ。このインゴー様が一生懸命働いてから今の牧場があるんだ。わ、7年でインゴーが出世したの。赤の他人の兄ちゃんなんかに文句言われたくねえな。それにガノンドルフ様がこの俺の腕を見込んで牧場を任せてくださったんだ。俺は立派な馬を育てて大魔王ガノンドルフ様に認めてもらって出世するんだ。そんなことより兄ちゃんよ、ここにいる馬に乗りたかねえか。10ルピーで乗れるぜ。あ、乗る。馬の乗り方を聞きてえか。馬にそっと近づいて馬の横に立って A でひらりと乗る。アナログスティックを前に倒せば走り出す。 A で鞭を入れる。障害物を飛び越すときは鞭入れで十分加速してまっすぐ走り込めよ。斜めに飛ぼうとすると馬は嫌がって飛ばないぜ。降りるときは馬が完全に止まってから A だ。じゃあ楽しんでくんな。はいはいや、はい、ムチ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 、はいはいはいや。いや、こういうことがしたかったんじゃないのよ、柵の中で。何これ。あ、柵越えもしないといけないのか。オッケー、飛びました。こんな感じか。これ馬に乗る練習だね。ムチムチムチ、飛べ飛べ飛べ。あ、飛べない。ムチパワーが、人参パワー。ムチムチムチ、まっすぐ飛んで、いけいけいけ。よーし、オッケー。で、止まるときは止まってから降りると。おーい兄ちゃん、時間だぜ。10ルピーぼっちで粘られちゃいい迷惑だ。何これ。馬、自分の馬欲しいな。あんな遊びじゃなくてね。あの女の子どこ行ったんだろう。ここにいるのかな。あ、いない。この上は、誰かいるかい。あ、誰もいない。こいつ、あいつ一人でやってんの。マジか。あのエポーナどこ行ったんだろうね。この上なんか、これなんかありそうだけど。でもパチンコ玉なくなったんだよね。爆弾も使えないし。子供の時より弱くなってないか、リンク。こっちは？いて。馬小屋？あ、いた！あら珍しい、お客様なんて久しぶり。どこから来たの？町の人もいなくなっちゃったし、ガノンドルフが現れてからあちこち荒れ果てて怪物だらけ。インゴーさんもあいつに気になれようと馬たちを利用して、みんなひどい人になっていっちゃう。私の父さんもね、インゴーさんに牧場を追い出されちゃってて、私がインゴーさんに逆らったら馬たちまでひどい目に遭うから。だから私何もしてあげられないの。え、ちょっと気づいてないな、リンクのこと。
どういうことだ。どうしたら気づいてもらえるんだろうね。エポナもいないね。牛さんしかいないし。牧場に回ってる間にエポナいたのかな、もしかしてね。どういうことなんだろう。とりあえずかかりこ村行くか。はい、全体マップかかりこ村行きましょうかね。行くぞ。真っ暗で怖いよ。こんなとこに以前草あったっけ。回復だね。そんなにマジックポットいらないけどね。月が綺麗だね。どっちだ、かかりこむな。これ現在地が分かんないんだよね。デスマウンテンが見えてるからもうちょっと右か。こっちか。これまた出てくんじゃね。どうだ、出てこない。こっちかな。違う。久しぶりで分からなくなってる。おお、木がいっぱいあるよ。こんな木生えてたかな、こんなにいっぱい。おっと、タランチュラいるんじゃないの。あ、看板あった。ハイダル城ロンロン牧場。お、爆弾落ちてきたぜ。こけ、ここなりました。ここだったような気がするけどな。ふるさと。あ、ここだここだ。キリの森。いいえ、マジか。いや、ちょ、サリア。みんないないのか。サリアのお家。あ、え、サリア？お兄ちゃん旅の人？じゃあタブヤンって子にどっかで会わなかった？その子のいたずらでデクの木様が枯れちゃったってミド様が言ってたけど、サリアだけは最後までタブヤンをかばってた。私たち間違ってたのかな。え、サリアはどこ行ったんだい？なんかいるよ。おい、双子のお家、誰かいるかい。あ、いた。お兄ちゃんってどっかで会ったことある。あ、双子たちは同じ。サリア死んでいったまま帰らないの。そうか、エルフは7年ぐらいでは変わらないのか。リンクはあれか、ちょっと違う。なぜ成長しちゃったんだよね、7年でね。
双子とかみんな子供のままじゃん。攻撃してくるぜ。ショップは営業してる？お気に入りのお店。お兄ちゃん、デクの盾は使えないよ。これは子供だけ。お店で売ってる矢は弓持ってる人だけ買えるの。お兄ちゃん、弓持ってる？持ってない。天使と話す。盾は売ってるぞ。剣は売ってないぞ。デクの種、いや弓持ってないもんね。デクの盾はもう子供。あ、盾使い、大人だから使えるようになった。あ、でも歩きはできないんだね。いてててててて。かかりこ村に行けって言われたけど、サリアに会いに行くのかな。ごめんね、回復させてね。迷いの森行きましょうか。ここは？あいついる。あ、いた。なんで兄ちゃん妖精連れてるの。俺らたちの仲間じゃないのに。お兄ちゃん森に入っても平気なんだ。嫌な奴にいじめられなかった？デクの貴様がいた時はあんな奴らいなかったのにさ。外は危ないからずっと家の中にいるんだ。退屈でおかしくなりそう。いやー、そうなんだ。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。次回、迷いの森に行ってみましょう。サリアを探しにね。それではまた、さよなら。いろいろ行ってみたいよね、大人になったから。